誕生日おめでとう。おめでとう。このムネちゃんの誕生日なんだもの、祝いに来るのは当たり前よね。でもそのありがとう。あ、ムニさん、これプレゼント、マグカップとドリンクのアソート。かわいい。なかなか悪くないじゃない。私からはね、これだよ。サキちゃんとノアちゃんの分も用意したんだ。はい、どうぞ。ありがとう。でもどうして私にも。あれ、ノアちゃん。まあいいや、ノアちゃんのはここに置いとくね。どうして全員に配るのかしら。あんた、まさかまた何か仕込みとかしてないでしょうね。仕込みだなんてとんでもないよ。今日はムニちゃんの誕生日だよ。そんなことしないって。プレゼント開けさせてもらいますね。ほら、なんか仕込んでたじゃない。素直に祝うことってできないの。素直に祝う気だよ。ムニちゃんのびっくりした顔がプレゼントなんだって。何言ってるのよ。前々からムニちゃんを驚かすなって言ってるじゃない。大丈夫だって、びっくりしたムニちゃんも可愛いから。またそんなこと言って、今日という今日は許さないんだから。変な声が出た。はう、ノアさん、ノアさん、くるみさんのびっくり箱すごいです。お、そういえばノアちゃん、私からのプレゼント開けてくれた。って聞きなさいよ。でもこういう時に一番騒ぎそうなのが静かなのは。確かに君が悪いよね。気絶してる。いい？1日20回はムニちゃんを褒めなさい。電話って好きじゃないのよね。チャットで十分じゃない？